座ったら？鍋はママが遅い日は夕飯前に食べるんだ。すごいでしょ。大人というかわびしいというか。じゃあたまに一緒に食べる？あ、なんか持ってきたろ。アルバムか。ここ山本、これは修学旅行か。全部何か食べてるな。あ、これピアノやってるのか。昔ちょっとだけ習ってたの。あとバレエでしょ、英語でしょ。全部すぐやめちゃったけど、いろいろやらせてもらったのに、何やっても人より上手くできなくて。